昨日、ナザレンコ・アンドリーさんとね、闇闇ジャーナル出させていただきまして、不法移民の問題についてね、いろいろとご意見聞きました。ナザレンコさんは、合法的に日本に滞在されている、在留外国人の方です。ケント・ギルバートさんも同じですよね。で、その合法的に滞在するためにものすごい努力をされたというお話、昨日してましたよね。まず日本語できないから、日本を勉強するってことで、まずはね、留学生として日本に来て、日本でその勉強してですね、で、ちゃんと日本の会社で働いて、貿易会社で働いて、ちゃんと納税もして、それで合法的にですね、在留資格を取ったんですよね。ナザレンコさんの立場だともう難民申請すれば多分通るんですけど、ナザレンコさん自身も意地になってね、もう私は合法的に在留しますということで、まあ、やっているんですが、日本のね前の、入管法ね、旧入管法制度上の不備でね、犯罪を犯して自分の国にね送り返されるってなった時に、私は難民ですって言えばですね、難民だって言い続けることによって、その後何年も不法滞在状態で日本に在留できるっていうですね、まあ、変な制度になってたわけですよね。これを今回の入管法改正で、そういうことはできなくしたと。2回までで、もう3回目でもアウトにしますということにしたと。一体何が問題なんだということなんですが、このね、問題についてね、まあ、例えば三門にでさ、平和の船からいらっしゃった、このね、畠山さんね、畠山澄子さんね、日本に逃れてきた人を見殺しにするような、こんな法案を通してしまって、本当に申し訳ない。国を逃れてきた人たちも安心して生きる権利があって、それは奪うのではなく、守るのが難民条約に加盟している日本の責任って言ってたんですけど、いや、ちょっとそれとこれとは違うんじゃないですか。犯罪を犯したりとか、不法滞在も犯罪ですけどね。不法滞在状態の人がですね、難民申請すれば送り返されないっていう、まあ、制度上の不備をついてね、この法律を悪用していたみたいな部分がゼロだったかっていうと、それはさすがに違うと思いますよ。本当の難民の人もいるかもしれませんしね。それは全員とは言いませんが、でもそうでないね。まあ、だって3割ぐらいの人がさ、前科お持ちなんでしょ？逮捕歴とかあるわけでしょ？それはだから、犯罪を犯して送り返されるのが嫌だから、難民ですっていうようなね。今までそれ何回も申請できたんで、難民ですと申請し続ける限りはさ、入れたわけですから。それはさすがにちょっとやりすぎだな。そこまでして守るもんですかっていうのはね、思いますね。畠山さんの意見戻りますけど、日本を逃れてきた人たちも安心して生きる権利があって、うんぬんとかおっしゃるんであればね、例えばですよ、チベットやウイグルでね、弾圧されてる人いますよね。こういう人たちだって生きる権利あるので、そのことに文句言わないんですか？さらに言うとね、北朝鮮で拉致されてる日本人の方だって生きる権利ありますよね。これ取り戻さなきゃいけないんじゃないですか？そういうところの発言はね、なんかこの人たちあんまりしないんですよね。制度悪用してんじゃないの？みたいな人ばっかり、こう、肩を持つんですよ。なんかちょっとその辺が、違和感あるなと思いましてね。私もあの外国人の友達いますし、それこそナザレンコさんやケントさんに代表されるようなね、合法的に日本に滞在されてね、善良な方たくさんいますよ。もうそっちがほとんどですよ。悪いやつの方があんまり会ったことないです、むしろね。で、逆に言うと、まあ警察に捕まるようなこういうことやってる方っていうのはやっぱ問題ですから、単純に犯罪ですからね。不法滞在犯罪ですからね。それをなんか変な名前つけてですね、イリーガルなんだっけ、なんちゃらかんちゃらとか、まあ言ってんでしょ、もうちょっと名前もわかんないですけど、不法滞在、不法滞在で、これ日本の法律に違反してるわけですから、合法的に滞在してください。それだけの話なんで、法律守ってね、善良な外国人の方ね、日本で働きたい、日本の文化を世界に広めたいなんて人、大歓迎なんで、来ていただいても全然いいです。で、私自身もですね、アメリカでね、合法的に滞在して1年間勉強させていただきましたよ。何もその時犯罪も犯せ、まあ当時高校生ですけどね、何も悪いことしないですし、善良にですね、アメリカに滞在して日本戻ってきましたけれども、まあそういうのあって何が問題なんですか。逆にそのね、法律を破ってまで不法滞在するってことがやっぱ問題なんで、やっぱスタート地点をさ、ちゃんとやっぱ見据えてね、こういう問題考えないとまずいんじゃないかなと、思います。そのね、まあ問題の三文字なんですけど、なんか野島のね CM が出てて、株主の方がですね、野島の株主総会まで行って、なんでこんな CM 出すんだって聞いたらね、なんかTBS がミスってね、なんかでミスって、その分の穴埋めで、じゃあ視聴率高い番組なんで出しときますっつって、勝手になんか CM 出されたみたいな話が出てたんですけど、なんかもういい加減ですね。なんか後先考えずね、この手の拡散するプラットフォームになってるね、このサンモにもこんないい加減な対応してんのかということでね、残念だなと、もう全てが残念だなというふうに思いました。私が左翼的なね、思想から足洗った理由もまあそういうところです。ということで、あくまでもね、合法的にね、合法的かつですね、善良な、外国人の、在日外国人の皆さんのね、権利はしっかり守っていかなきゃいけないなと、思います。そういうのを守っていきたいからこそですね、逆にね、不法ですよね。不法滞在によってですね、なおかつ犯罪まで犯してるようなね、人は、やっぱきちっと、一罰百戒ですよ。心証必罰ですよ。しっかりと取り締まってですね、こういうものを、ね、やっていかなきゃいけないなと、いうふうに思いました。ということで、川口市議会議員のね、奥富さんの活動、ぜひね、応援したいなと、いうふうに思いました。ということで、今日内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!